こんにちは、ひかりです。今回はね、ハードオフでジャンクで購入した324円ぐらいで購入したこの任天堂64をね、分解清掃していきたいと思います。以前の動画で動作確認をしたところ、まあ普通に動いたことは動いたんですが、あと使えるっちゃ使えるんですが、まあ多少ね、やっぱ読み込みにね、まあ難があるっていうか、まあ ないんだけどね、本当はまあ使っていけば大丈夫になってくんだけど、まあより確実にしたいっていうのと、あとやっぱこういう汚れとか、あとこの中のこのパックの中とか、うん、あとはなんだろうね、こういうとこ見て、埃がすごいでしょ。こういうね、多少汚れてるから、まあ意外と簡単みたいなので、はい、この特殊ドライバーさえあれば、はい、こういうね、これはまあ Amazon でね、ほんと1000円もしないで全然買えるんで、買っておくと結構任天堂の製品分解できるんで便利ですよ。うん、でまあネットでね、ブログ書かれてる方がいたんで、そのブログを見て、そのやり方を見たらね、結構簡単そうだったんで、まあ分解清掃したいと思います。まずは、ここはネジなくていいのかな、わかんないんだけど、まあここら辺のね、この、ここ、あとここと、あとここと、ここら辺かな、あとこの足にはないよね、を外して、こことかね、外して、まあ開けていこうと思います。はい、行きましょう。この太い方かな、細い方かな、どっちだろう、細い方だったら合わないと思うんだよね。この太い方かな、太い方っぽいな、この穴がね。あ、いけるいける、このやっぱ太い方だ、2本入ってるやつの。あ、なんか久しぶりになんかネジ回しとかしたわ。最近分解清掃とかもしてなかったんでね。はい、こんな感じですね。これを全部やっていきたいと思います。ネジはね、全部同じ長さのネジでした。よかったです。さあ、ということでね、ネジを外したので開けていきたいと思います。はい。おお、なんか、長年のあれで、貼り付いてるね。長年の例のあれで。あの日の液体が、あの日のジュースとかが、多分、はい、あの日の虫とかね、はい。よし、オープン。うわ、汚ねー、見て。わ、あの日の虫が死んでる。あ、違う。虫ではなかったけど、はい。で、ここ汚っ。まあ、ジャンク品なんてこんなもんですよ。これをエアーで、あとで、何エアーのスプレーじゃないや。空気が出るピストルみたいなやつね。はい。あれでね、この埃をぶっ飛ばしたいと思います。はい。わあ、足も外れましたね。これ水洗いできますね。はい、金属のパーツがない部分はね、水洗いができるのでラッキーです。こっちの足は外れないんですけど、なぜですか。一箇所ネジ止まってんのかな。こっち足が外れない。もう一回外さなくても。あ、見て、こんなんなってんだね。汚いね。よし、じゃあまあこっちはこう一回下側を置いといて、まず上側から行きましょうか。はい、上側にもね、結構ホコリみたいなのがありますね。はい、水洗いしたいのですが、あとはこのターミネーターパックか、こうやるとやっぱホコリが中に、だから今日ね、このカレンダーを敷いたんですよ。うん、ちょっとネジをどけておこう。カレンダーを敷いて、はい、すぐねまとめて捨てられるように。このターミネーターパックの取り方がいまいちわかんないんだよね。あ、簡単に取れた。一応ね、そのブログを、ほこりがすげえな。ブログを読んだ限りはね、このターミネーターパック、はい、これはまあメモリー拡張パックってやつなんだけど、ここの部分のね、汚れを取るとね、まあ、ソフトのが起動しやすくなるとか、起動しにくかったのがそんなことなくなるよみたいな話もあったんで、ここも清掃、後でね、最後にしていきたいと思います。はい。で、まあ、ここはもう、あ、でも一応この、ネジとかは水洗いしちゃまずいと思うので、ここはプラスドライバーなので普通に外したいと思います。はい、このね、左右のネジを2箇所外しました。このネジですね。はい、ネジを外しまして、ここを取ると、ここはプラスチックのパーツなので、これはまたね、これも丸洗いですね。直気洗い用洗剤で洗おうと思います。で、ここにこういうパーツがあるんですけど、これはバネがついてるので、ここは多分水洗いしない方がいいと思うんで、これは後でエアーで拭きます。上下にこう一個ずつこうはまってますね。はい、これがまあカセットの端子を守るホコリからものですね。
で上側はこれでもう完璧に分解が終わったという形になります。完璧ではないけど、まあそういうのはいつもっていいかなと思うんで、あとはこのまま水洗いですね。これははい、こっち水洗いゾーン。さあ問題のこれなのですが、これはどう取ればいいんだと、まあ難しく考えることもないかな。うん、こう下側はエアーにしちゃうか、全部分解する、どうするこれ。うん、まあ、分解してみますか。とりあえずここら辺のネジとかは全部外す必要はないらしいので、はい、まあ行ってみましょう。あ、一応さっき使ったドライバーはこれですね。はい、まあ型番的なのはここにあるんでよくわかんないんですけど、まあ、このサイズのドライバーでいきます。まあ、あんまねネジのサイズをドライバーのサイズ間違えるとね舐めちゃうらしいんでね。はい、どこを外すかな。やっぱこのプラスチックの部分についてる部分だけをとりあえず外そうと思います。あ、待って、サイズ違いますね。下のこの銀の部分、ドライバーのサイズが違うので、ちょっと予備っていうか念のために持ってきてるので、ちょっとミニドライバーで開けてみます。あら、こっちがサイズ合ってるわ。もうちょっと太いんですよこれ。ちょっとこれね使いづらいんだよね、持ち運びは便利なんだけど、うん、よいしょ、ネジ回してます。カメラアングル変えた方がいい、ネジが見えるように。いいよね、ネジ外すシーンはそんなにね、そこまでみんな見たくない、見たくないでしょ。はい、これですね。この下側はじゃあ左側に置きます。はい、本当はね、あの小分けのケースとか、あとなんかあの白い紙とかにテープで貼って番号を書いたりするといいですよ。まあ、今回みたいな単純なやつとか、あと分かんなくなっても最悪ネットで調べれば出てくるやつとかはやんなくていいと思います。ただ俺が見たブログにはね、この内側をね外す細かい手順は書いていなかったので、ちょっと不安ですね。はい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 、ここ外れたかな。はい、次はここですかね。ここですね、多分ここも直接、あ、やっぱサイズ違うんだ。あ、違くない。あ、でも最初のあの2つは違ったけど、こっちはねこのやっぱ共通のサイズですかね。ただネジの種類っていうか長さは違うかな、さっきと。それが問題だな。あ、若干違いますね。てか色が違うし、ネジの、はい、若干長さが違うので気をつけましょう。こんな感じで動画に撮っておくっていうのも一つの手ではあるんですよね。分解するときに動画撮っておくと、後で直すときにその自分の撮った動画を見返せばいいっていう簡単な作業ですもんです。昔ね、ラジカセを分解したことあって、ボロボロのそうレトロな、まあ、200円ぐらいで買ってきたんだけど、それ俺まだ分解とかよく知らなかったから、とりあえず全部ネジ外したわけ。もちろん組み立てられなくなりましたね。はい、まあ、そもそもそのラジカセがもう古すぎて、もう多分プロの人でも多分もうパーツを変えるレベルとかなんで、もう変えまくるっていうか全替えみたいな。なので結局まあどうせ直すとしても、直ったとしてもコストはかかっちゃうようなやつだったんですけど、でも直すに値しないようなやつだったんですよね。はい、てかホコリがすごいんでやばいっすね。さっきねなんか蚊の死骸みたいのがいたんで、はい、皆さんもねこういうのは気をつけましょうね。まあ元気だったらね、体が免疫力あるんで、そんなね死に至ることはないと思うんですけどね。はい、はい、ネジを取りました。これであれあれ、これ意味なくないっていうか、ここ取っても意味あんの。あとどこ取れば良さそう、みんなどう思う。どこ取ればいいの、あとどこ取ればいいやビアン。ちょっとこれめんどくさそうだな、非常に。こことかさ、ここじゃない、この穴にこう刺すパターンのやつだから、これ長いあれでしか回せないよ。あ、回ったわ、回ったけどさ、ここで取るんだ。この銀のプレート部分も取っていかないといけないのかな、全部取るのかなこれ。はい、これサイズ一緒だね、サイズ一緒、よかった。ってことは、ごめんカメラ入れちゃった。
ってことは左右両方取るってことだな。てかこのライン全部取りそうだな。この左右のこの一番底のラインはここら辺はね取らなくていいと思うんだよ。まあ、もっとね精密に分解したい人は取る必要あると思うんだけど、今回みたいなまあエアーで吹くみたいな感じの分解だったらまあ全パーツをね分解する必要はないと思います。は全く外れる見込みがないないんですけど、喉が死んだけど今なんか外れる見込みがないんですけど大丈夫でしょうか。待ってこれネジ外してって言うけどさ大丈夫か、外れる見込みがないぜ。あれブログ読んだんだけどな。裏面見てみるね。ちょっとこれ外すね。ここに虫が死んでるんですよ。見て、わ、あの日のハエが。俺が生まれるより前に生まれてたんじゃないの。うん、で、どこ外せばいいのこれ。こうやってね試行錯誤するのがね楽しいんですけどね本当は。あ、わかった、ここにもはついてんな、これだな、これね、見えるかな。ごめん、ちょっとカメラもっと上から撮ればいいかもしれないんだけど、ちょっとここの環境的にねこれ撮ります。いや面白いね、久しぶりにやってるけどやっぱ楽しいわ。分解これも一緒だ、ネジ。うん、あれでも全然なんか動く見込みがないな。これまさかこのネジ全部取るとかじゃないよね。え、なんかそんな気がしてきたんだけど、え、このネジはさこの中のあれをつなげてるわけだから、俺が取りたいのはこのプラスチックの部分とくっついてる部分だけを取りたいわけよ。なんかね、でもね真ん中辺がやっぱくっついてんだよね完全に。これ取ってみるか。あ、これやばいな、この金色のやつドライバーのサイズが違うな。ちょっとこれはめんどくさそうだな。わかりました、ポイントはここの2つとここの2つも取ることでしたね。上の2つのネジはこのちょっと長いやつで、あ、どっちだ、ほんで下の方、そうだね、下の方がこのちょっと細い方の長いネジでしたね。これだけ覚えておけばまあ後でまあつけられるかなっていう感じで、おかげさまで取れましたね。はい、まあこうなってますね。はい、こんな感じで取れて、もう一回ネジの上に置いとこう。でこれはここにはまっていたこういうパーツですね。はい、これはここにこういうはまってたパーツですね。こうこうかな、こうはまっていたやつですね。覚えとこうね。というか画面に記録しますね。はい、でここは取れないのかな、ここは多分接着されてるから取れませんね。はい、あ、取れましたね、取れました、取れました。やっぱ金属はね水洗いしたくないんで、ね、はい、ここにももう一個あります。これは接着されてませんでした。はい、でここにも謎のプラスチックのパーツがあるのでこれなくさないように気をつけましょう。これは水洗いですかね。はい、とりあえずそのままにしておきます。はい、じゃあこれは、はい、ということでこんな感じでこうなりました。はい、こっからこっちが水洗いで、こっからこっちがエアーですね。はい、で今の手順の逆論にやって、組み立てていきたいと思います。よし、じゃあねエアーで拭きたいと思います。はい、とりあえずこれね、こういうやつ、なんて、なんていうの、こうやって空気が出るやつですね。ちょっと電子に入れてるとあれか、じゃあ出すか、見てる、
か大丈夫そうですね。あとは無水エタノールとか使って、はい、最後の締めを入れて、締めっていうか、空気で取り切れなかったのを無水エタノールでやりたいと思います。もうちょっとやらせるわ。はい、それではね、今プラスチックパーツを食器洗い用洗剤で洗って今乾かしてる途中です。はい、まあ乾くまでの間にじゃあこのね、まあ無水エタノール、これを使って、中のねざっと掃除をしていきたいと思います。まずはこのね、メモリ拡張パックのこの中をねきれいにしていきたいと思います。じゃあ綿棒に無水エタノールをつけまして、とまあ無水エタノールでねこういうところをねコシ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 、まあそんな汚れてないな、これは。まあ拡張パック使うぐらいだから大事にしてたのかな。でも本体は超汚れてたけどね。タバコは吸ってなかった感じはするんだけど、超汚れてましたね。ホコリで、砂みたいなのはないんだけど、ホコリがとにかくすごかったですね。はい、オッケーかな。まあでもそんなでもないですね。はい、汚れ的にはそうでもないっす。はい、まあ、じゃああとはここら辺ですね。ここら辺は先に無水エタノールとティッシュでまず軽くやりたいと思います。はい、まあ、そこまでね神経質になることないんですけどね。はい、まあティッシュ良くないか、まあホコリがあれになっちゃうかもしれないけど、ティッシュ良くないな。ティッシュやめましょう皆さん。ティッシュはね、ティッシュの自体がホコリになるからね。まあやめなくてもいいけど、はい。じゃあもうちょっと細かい部分、このやっぱね端子だけ磨きたいんですよね。端子っていうか接点っていうか、ここですね、ここね、カセット入れる挿入口。本当はねもうちょっとあれ細かいやつやりゃいいんだけど、ないので。あ、入っていかないな全然。はい、まあ気持ちね、気持ちこうやってきゃいいんだよ。だって動くんだから。ここが汚いな。うん、よし、まあ、ほんと気持ちって感じで、もうホコリは飛ばしたんでね。こういうとこ超汚いけど、はい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 。で裏側はまあ大丈夫かな。こことかちょっとやっとく。はい、OK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 。 大体こんなもんでしょうね。大丈夫かな、こんな感じで。もうちょっときれいにする、ウェットティッシュとかで。ウェットティッシュあったかな。まあちょっとあとは仕上げして、あと組み立てていきたいと思います。あと乾くの待たないとね。さあ今ね動画を見返しながら組み立て完了しました。まあちょっと悩んだりしたけど、まあなんか、まあ一回やればもう覚えちゃう感じですね。はい。で、まあ OK かな。全体的に。あ、接点復活剤も一回かけたりしたんで。さあ行きます。なんかコード踏んでない？よいしょ。よし、行くよ。これで、OK かな。電源を入れます。オン！つかないけど、あー刺さってなかった、危ね、びっくりした、ちゃんと刺さってなかったわ。刺さった今。はい、もう一回いきます。はい、オン。あれ、なんで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 つかないの。全部つながってるよね。あれ、パーツもはめたんだけど、あれ、あり、オン。あ、ついたついた、ついた。それつくんだよな。まあよかった、分解清掃しても余計壊すことはなかった。今一回つかなかったけど、多分もう一回やってみるね。もう一回抜いて、これもね調節点復活剤で綺麗にしたんだけど。はい、行きます、オン。どっちだ、オンって上に上げんだっけ。
オン。さあついて。ちょっと調子悪いね、まだ。まだちょっと調子悪いね。ちょっとまだあれかな。清掃は大体、見た目は綺麗になったんだけどね、かなり。そう、見た目は綺麗になったんだけど、ちょっとソフトのあれか、あれかな。あれ、最近結構修理系の動画成功してきたんだけどな。ちょっと入れるよ。よいしょ。ん？オンだよね。よし、いきます、オン。まあまあまれにつくじゃダメなんだけどな、せっかくやったんだから。もう一回いくよ。あ、ついた。やっぱもうちょっと接点に関してはちゃんとやった方が良かったかもしれないな。今回清掃をメインにしたんで、ちょっと思ったよりうまくいかなかったな。ほら、たまえばオンボロだな、お前。オンボロじゃねえか。ちょっとオンボロなんだけど、ソフトの問題かな。ちょっとソフト変えてみんよ。あれどこ行った？ソフト行った。じゃあソフト変えてみるね。これちょっとあんま綺麗にしてないんだけど。よ、オン。あ、やっぱソフトの問題の可能性あるな。ちょっともう一回試します。抜いて、まあ振って、カシャ、そしてオン。あ、やっぱソフトの問題かもしんない。本体は大丈夫だわ。ちょっとこのマリオもうちょっと綺麗にした方がいいかもしんないね。さっき綺麗にして結構綺麗になったんだけどね。ちょ、もう最後もう一回これ試せばもう本体は OK ってことです。今のところ 100% ついてるからね。あ、やっぱソフトの問題だ。おい、本体は完璧に治りました。ありがとうございます。治りましたというか、まあ調子良くなったっていうか絶好調ですよ。うん、拡張パックもついて、で見た目もまあ大体結構ね、もう当時品っていうか当時ね遊んでた時並みの綺麗さにはなったんじゃないかなと思いますけどね。結構どう？ピカピカじゃない？ピカピカだよ。はい、よかった。ってことでね、まあ乾かす時間がまあね1時間ぐらい扇風機の前に置いたりして乾かしたんだけど、あのプラスチック部分ね、その時間入れても本当に2時間もあれば全然できるんで、まあ気楽に暇だなっていう夜とかちょっとパパってやって綺麗にできるんで、今もう1台あるんだけども、何台でも何台でも綺麗にして、どんどん綺麗にして、で家に64タワーでも作ってください。はい、こんな感じでね、今回はまあ成功でいいですよね。はい、よかったなと思ったらグッドボタン、そしてね、チャンネル登録、あとコメント欄にね、いろいろアドバイスなんかも書いていただけると嬉しいです。それではまた、バイバイ。 Please subscribe